コンソメ打つか3人いるタイミングで。俺シェリフなんだけど。やばいやばいやばい。シェリフ、はい、シェリフ強えな。テルテルと女かぶっちゃった。これ初動シェリフ CEO するか。トロールしたくないな。あめ。シェリフ強いよ。ちょっと待って、はい、これどこのレポート？俺アドミンでレポートボタン光っててずっと部屋の中探し回ったんだけどなくて、したいでもレポートボタン押さないと。あ、多分それテーブルの後ろに隠れてるわ。あ、本当？うん、そのパターンは同じところで死んでるかも。あ、本当か。え、これ別を死んだしコンベックじゃない？なんで？いやあ、支援でってこと？流れ。うん、いやまあ、ザワードだけど虐待いた人はやる時間ないっすよね。いやわかんない、グッズはね、ストレージ、あ、でもそうか、ストレージでね、なんか逆走してたグッズは、うん、それ俺見たっすね、リアクター鳴ってる最中、実際コンベルはどうだ、でストレージから俺と一緒にリアクターの方に向かってって、コンベルはリアクター行って、俺はエレクトリカル入ってるから多分無理。できることない俺のこの手。正直殺した？いや殺してない。この後すぐ行った？俺はまっすぐ、俺ウェポンズ行ったでしょ、うん、でアロエが下行って、うん、俺はそのままリアクターまで走ってる。あ、ほんと？うん、俺がリアクターに。待って待って待って、え、うん、後ろ1整理したいです。俺できねえよって人、第三者から証明できる人は誰ですか？リアクターにいた人は僕下やりましたけど、リアクターコンベックさんでしたっけ？上、俺上。あ、じゃあ僕コンベックさんで。うん、じゃあ一番最初にリアクター1回やっていたやつは間違えてないの？エロちゃんさんもなんか指としてたよね。逆に今走ってる人が黒いかなと思うんだけど、はい、コンベロちゃんが今俺時計回り回って誰とも会わなかった、そのショボスケと別れた。そう、うん、はいはいはい、誰も見えなかった。左に固まったの、うん、ショボさんはどういうルートでアドミン行ったの？アドミン行ってないよ俺は、そもそもリアクターだよ、うん、ウェポンカフェテリア通ってもそのまま行ったんでしょ？そう、リアクターいた、リアクターいたよ、リアクター最後いたよ、最後の方っていうか、リアクター鳴ってる時にはもうついてるよ、上から行った。一番右にいたのはもうショボスケと俺しかいなかった。そう、ショボスケと多分会ってない、俺は道中では会ってない誰も。俺も会ってないんだよね、ストレージからアドミンのとこ行ったけど。じゃあ結構死亡ついてる、もう一回話そうか。コンソメさんとこ行った？はい、俺はストレージだから下の方だね。全然中盤ぐらいで死んでて、リアクターのとこでもう合流してる可能性はあるけど。全然あると思う、まあ、全然ある。うーん、なるほど。これボタン押した方がいいな俺。まあせめてシェリフとして生き抜くためにもここは初動でボタンを押すべきだと思う。てかグッズも初動しかわいそうだな。で、アロエがアドミンに入る手前でアドミンに入ったって人はいますか？待って、過去にはそのアドミンに入った人、ウツボが死んだターンで。あれ、いや、整理すると、うん、俺とミドリ君とあと一人が最初にアドミン見てたんだよね、うん、初動俺とサラコが一緒にアドミン側の配電をやったはず。あ、じゃあそれかもしれない、ね、で、それでミドリ君もいたんだけど、俺が最後出たよ。そうそうそう、でリアクター鳴ってから俺出てみどりくん出てんだよね。でなんか俺が出た時にストレージらへんでグッズボとすれ違ってる。なあ、そうだね。でそこから入ってるもん。ソメさんはどこ行った？俺は下の通路通って。じゃあみどりくんしてって、うん、だとソメさんはキルできない。もうできないね、この説明だと絶対できない。まあみどりくんはできる。要さ、俺が一応グッズボ入ってから殺してから行くのは全然、うん、できると思うよ。俺が一番してコンソメ側シールド側のベント、この字か、この字のベントからアドミンに行くのは不可能。でもそれどうなんだろうね。結局リアクターついた。こいつリアクター来てた？リアクターは行ってない。どこ行ったの？行ってないならどこ行ったの？それでアドミンどこ行ってか知らんじゃんこいつ。じゃあ全然コンソメ、じゃあできるね。ミドリ君、コンソメ、アロエあたりが容疑者になってくるんだと思う。なるほどですね。ただアロエさんって結構中盤に右来ましたっけ？僕初動から右いるよ、アロエは。一番最初上ので、上のカフェテリアのタスクやってからウェポンズ通っても右いますと、はいはいはい、アロエはタスクやっててリアクターなって、アロエは下行って僕が上からリアクターやってるから、うん、なんかアロエさんでもセルフリポートする豆少ない気もしますけどね。まあ全然それもできますね。そうだね、できるし誰とも会ってないから全然できるけど、俺視点だと誰とも会ってないからもう中盤で殺されてるっていう考えしかできない。なるほどですね。ソメさん黒いなぁ。いや、するシェリフいたら撃ってもいいんじゃない？まあ、うん、うん、そこの3人ぐらいでいいと思うけど、
これちゃうかな、行った方がいいのかな。シェリフってわかんねえ、言うタイミングが。シェリフって言うタイミングがわかんねえな、マジで。まだ言わない方がいい気がする。みどりくんとコンソメどっち打つべきかって言われたら、多分俺はコンソメを打つべき。コンソメ打つか、3人いるタイミングで。気づいてくれるはず。ちょぼけ死ぬのか。これ何ですか、これ。これ何ですか。これ死んでます。ああ、オッケーです。僕見つけたのはアドミンなんですけど、あの、うん、アドミン見てて、うん、ふって後ろ向くと死体があって何人かいましたよね、そこに。俺アップロードしてる。これトロールか。うわ、トロールか、これじゃあ俺。なはな。とピンクってトロールしたかもしれない。なんかいましたよね。あ、でいやでも俺もストレージの入り口の方まで行ってますよ。俺は見えてないしたい。マジかよ。俺見てる情報で言うとね、一応セキュリティいたの俺だけど、セキュリティずっとこれトロールした俺。そのナビゲーションの通路のところ。俺めちゃくちゃ人いたからキルしたのに。黄緑緑が、アドミン出てくの見てる。いやーどうしたらよかったんだ。俺ボタン押せなかったからな、もうちゃんと見てなかったの俺。ってのが俺の時系列かな、その辺だと。いやあ、あの赤い白が残ってもう分かる。いやピンクだったような気がするんだけどな。え、これカメラ見てたの。いやいやいや、俺はもう下行ってるマジで。本当に俺下見えてないですよ。え、エロちゃんはどっからどう行ったの。宣言しないとダメだ。今学んだわ。宣言、でも宣言すると殺されるしな。居合の見切りだからな。確かに。どっちかじゃないかな。誰か誰？エロちゃんかヘクションさん。はいはい。これシェリフ使用してもいいと思うんだけど、どう？二択ならね。1回目の容疑者って誰だっけ、みどりくんと。コンソメか。いいか、そう俺。あとみどりくんコンソメで、今度生きる可能、今度生きる可能なのがロールパン、エロちゃん、ヘクションでしょ、一応みんなして。そう。今回だったらコメッツ、アロエ、タラコは白で置いていいんじゃない。目の前で死んでるけど。いや、失敗したー。まあ、シェルフがいる前提になってちょっと怖いけど、いるか分かんないから。まあね。コメッツ、アロエ、タラコを白、もう隠し白でいいと思う、俺。うん。ダメかな。俺コンベックス、アロエ、タラコを隠しろで置いちゃダメ。容疑者が、そうだね、容疑者が離れてんなら全然ありじゃ、ありじゃ。いやー、やっちゃった。どうしてごめんなさい。あ、まあ、一応アロエも容疑者一か。うん、だから隠してから隠されています。え、これ、これ通る。タラココンベックスはいいと思うよ。やっちゃったー、マジで。マジか、マジでやらかした。困っちゃうか。あ、これはい、いいんじゃないかな。俺シェリフなんだけど、あ、はい、みどりくん食えたわ。あ、オッケー。じゃあコンソメは白くこう。あ、はい。コンベックスは白白板面なんで釣らなくていいと思います。やばいやばいやばい。じゃあ俺で釣られるかと思ってる。僕がエロちゃんさん。タラココンベ、コンソメが今隠し白。アロエもさっきの余裕が晴れたんで白になります。うわ、こうなっちゃうんだ。黒い血がロールパン、エロちゃん、ヘクション。だからコンベはこれのどっか打っていいんだ。ガチトロールや。あ、じゃあコンベ一緒に行こうとしようぜ。ロールパン、エロちゃん、ヘクションの中からどれか打っていいんじゃないって思います。ああ、オッケーオッケー。コンベックスが一番黒いと思った人を打ってほしい。で、その姿を誰か見ててほしい。タラコでいいかな。俺が見とく、俺が隠しただから。でも、すみません、クロールパンさんなくないですか。だって、エロちゃんさんそこにいなかったって言ってるんで。僕か、エロちゃんさんしかなくないですか。俺視点は、俺はないけど、みんな視点はある。ややこしくしちゃった。アドミンと、もうヘクションさんしかなくないですか。ややこしくしちゃった、俺のせいで。ヘクションさんは俺はできないと思って、エロちゃんは俺はできないと思ってんの。あー、じゃあ。なぜなら、エロちゃんさん、僕はその場にエロちゃんさんがいて、確かね、うん、僕の視点で移動してましたって言ってるのがおかしいんで。いやいや、ごめん、いや、マジで俺本当に見えてない。2人が俺のことを知ろうと思ってるんだったら、俺は隠し色で置いてもらって、うん、コンベはエロちゃんがヘクションさんを打ってもらって、ああ、コンベが死んだら残った方程。いや、絶対使用した方がいいわ。学んだわ。だから、打つ前は絶対使用しちゃダメだわ。タラコがカフェテリアに残ってもらって、どっちかをコンベックスが打つのを見てもらって、
かりました。じゃあコンビが黒打てたら終わり、黒打てなかったら、うん、これが死ぬね。コンビが死んで、それ、ね、リポートして打ってない方っつったら終わり、うん、シェルシェル、はい、シェリフ強えな。シェルテルと女かぶっちゃった。これでいきましょう。はい、そんな可愛かった。いやー本当に申し訳ない。今回テルテル死んでる気もするんだよな。まあ、うん、どうなんだろう、わかんない。静かではあるね。いやーなんていう顔して僕はこの試合を終えた後話せばいいのかわかんねえ。どう。チョボさん、いや本当にごめん、なんかよくわかんないけど、いや俺マジで俺めちゃくちゃ人がいるところいたのね、アドミンに、うん、誰かしら俺がシェリフで食うところを見てくれると思って。これは何が起こったんですか。え、コメックさん食ったの。俺レポートボタン光ったのは見てる。コンベ、俺も光った。え、シェリフでやんなかったの。コンベシェリフでなんでやんなかったの。そういう話じゃないの。え、これコンベつろう。うん、いやコンベ白角でしょ。いやはずです。え、だって今やる話じゃなかったの。今リアクターいた人誰ですか。リアクターいたの俺だね。コンソメさん、俺、コンベでしょ。で、エルちゃんさんとヘクションさんはカフェテレにいたってことで残ってました。はい、あ、じゃあもうコンベ。俺はあのストレージで助けた。え、コンベは白角で、タラコも白角でしょ。白角だったよね。コンベが白角な理由、いやあの1日目と 2日目の容疑者が、それぞれ違って、いやどうしたかったのね。やっぱじゃあ使用してから白角なのは分かるし、セリフ使用とかも分かるとして、うん、なんでや、うん、あの流れの話は無視したの。え、そうだな、カフェテリアに居続ける。いやちょっと普通に謝ろう。失敗したわ。え、どういうこと。何あの話の流れを無視してどういうこと。いや、ルルパンの話はどこ行ったのっていう。え、俺があれでしょ。だからあのエロちゃんさんかヘクションさんはどっちか抜いて、はいはいはい、でそれでカフェ店に残っとけって話。まあ残っとけっていうかセリフでやるっていう。あれは 食べたんですかセリフで。あ、とりあえず俺はあのリアクターの方に走ってったの。あ、じゃ まあ食べてないってことですよね。俺はまだやってない。いや、ロルパンがね一緒にねコンベと上に直してたんだよ、はい、これねコンベね人狼だね。セリフ語ってるってこと。セリフ語ってるね。これ語ってるか。コンベが語ってて、あー、オッケーです。でこれもでもタラコさんがそういう必要ないから、まあ、え、でもあと、あれも俺しても分かんないけどね。いや、俺やっていいと思うけど。え、コンソメさんその場にいた。いや、もしいるなら光ってたんだよ。いや、2両いるとやばいな。とりあえず、じゃあこれやばいました。コンベ釣りたいんで、コンベ釣りたいです、ね。いや、待って、それはやばいよ。タラコのこと、じゃあいいよ。タラコもローラーしてくれるこれ。いや、タラコはやばい。人狼いるね、これ、人狼いるわ。二人入れてますね。いや、これはいいと思うよ、これで。タラちゃんがすごいのよ。うわマジか。いやタラコマジで。惜しかった。惜しかった。うわやの不手際。ありがとう。ありがとうタラ。ありがとう。愛してくれ。ありがとう。ありがとう。まあ二人度は確定ですね。多分。じゃあさっきので釣れたんですか、ね。行動ちょっと知りたい。俺関与してなかったから。え、でも叱って、はい、叱りはしたけど。その場にいたのがコンベックスタラコ俺なんだよね。はい。え、じゃあコンソメやっていいんじゃないの。いやでも俺も同じく白角だったから容疑の中では。ね、俺自分の目を疑わないならコンベがめちゃめちゃテレポートしたのに見えたんだよね。あ、コンベックスさん殺したのか。でも今ニロイターリアクターで終わってましたよね今タイミングで。そうっすね。だからあと昨日の票が僕に2票コンベックスさんに4票入ってたんです。はいはい、うん、あ、僕コンベックさん入れましたよ。俺もコンベックさん入れた。マジかよ、神じゃんお前ら。俺も入れました。まあじゃあまあここはね全言うんよ。で、あの僕とさエロちゃんさんと、そう誰でしたっけ、ロルパンさんかが食べるって約束だったのになんでエロちゃんさん僕にめちゃめちゃ被ってきたんですか。2V1 にしようかなと。さっきの時は 2V じゃないですか。ヘクションさんか俺って話でしたよね。俺白なんで、はい、もうそれだったら食われたくないもん同士、そうするしかないっていう。僕はあのその方が離れた方がいいかなと思って離れてたんですよね。で、アドミンのキルができたのがだからもう残ってるとしたらエロちゃんさんかヘクションさんしかいないんですね。今絶対ヘクションさんっすよこれできたの。今の場面、あ、さっきの場面は。そうですね。で終わんない、あ、終わんないっていうか、はい。そうか、俺のキルまではそうか、俺がやったとこまでいかないよな。あー、うーん。いや、
俺は釣りたいですけどね、エロチョンさん。これで終わると思いますよ。じゃあ僕目の前にエロちゃんさんがいたって言って、あの誰でしたっけ、ショボスケさんの下に見つけたじゃないですか。はいはいはい。で、エロちゃんさんそこいなかったって言うんですよね。いや、俺もだってあの箱のとこいますからね。はいはいはい。ってことはエロちゃんさん僕見えないはずなんですよ。なのにエロちゃんさんに罪をなすりつけるのは、はい、タイミングが良すぎるんでおかしいなっていう風になって、僕はエロちゃんさん釣りたいんですけど。いや俺ヘクションさん入れますね。じゃあロラしましょう。無理だ。ロラで、はい、ロラしたら終わっちゃう。ロラしたら終わっちゃう。やばいやばいやばい。うざー。マジ。ナイスー。マジかよ。めちゃくちゃすぎる。めちゃくちゃすぎる。ごめん、役立たずだった最後の最後で。マジかよ。めちゃくちゃすぎる。マジかよ。まず皆さん本当にこれだけ謝らせてください。僕が一言言わせてください。僕が